けたかな。あれ数値飛ばないかな、飛んだかな、数値飛んだ。やべ、ここトイレないですね。うん、うんこ、うんこ、これはでもトイレットペーパー持ってきたよ。うん、びっちょびっちょやねんけどね。トイレットペーパー一応あるからね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。放送ついた。標準画質のしかも眩しい、同じとこ開けてる。皆さん着いたよ、今やってるよ。ちょっとねコメントは見れないかもしれないけど、お茶枠とはコメントみんな見てね。日陰に置いてるから。お父さん、あまりに壊れた。え、あんこが。アリがさ、マジでヒアリみたいなアリがいるよ。あ、お供え物してあったよ。俺らが着くより先に職人さんが来て、あのお祈りしてお供え物を終わらせてたんだ。タラさん、ほんとお住まいをしてる。メロンソーダお住まいしてる。カンボジアの神さんメロンソーダ好きなのかな。そうなんだ。ちょっとあまりねカメラ移動すると電波切れちゃうかもしれないから、うん、ここから切れてる。何本目なんだろう、2本目くらいかな。こっちの方針食べる。いや、ゼロ。あー、1本黒の下の方入ってる。ここはどっちだ。ベック、ハウメイトファイ。はいはいはい。おい、3本目。おー、3本目入ってる。10メーター。15メーターに3本。もう今15メーター目が入ってる。15メーター目が。やったー。え、もしかしてもう水出てる。まだ出てる。Thank you.
がね、土がもう粘土質なんだよね。土がもう粘土みたい。牛がたくさん歩いてきたよ。牛が来た。牛映るから配信見えるから。牛が来た。牛が歩いてきた。見える？牛来たね。牛が来た。アリに食われない方法がある。足をアリに食われない方法がある、うん、土を塗るの。土を塗ったらアリに食われないんだよ、ね、ここのね、そうするとアリに食われないから。掘り起こしてるところ、今掘り起こしてるところちょっと粘土っていう石になってきてるでしょ。石こういう、さっきまで上の方は粘土みたいになったけど、こういう石になってきて、下の方に掘ってきたね、石が出てる。